聖母の詩は、イタリアルネサンスの画家アンドレア・マンテーニャによる1462年から1464年頃の絵画である、テンペラが、マントバ公爵ルドビーコ三世ゴンザーガに収められた。現在は、マドリードのプラド美術館に所蔵されている。この絵画で、マンテーニャは古典主義建築によって形成された、空間内での聖母、マリアの人生の最後の瞬間を描いている。 正方形の敷石は、聖母が横たわっているベッドに向かって鑑賞者の目を導く。背景には、マントバ城の聖女ル助教と建物を詳細に再現した湖の景色がある。この作品は、もともと城の礼拝堂の装飾の一部であり、現在は、フィレンツェのウフィチ美術館にある三つの板へ、東方三博士の礼拝、商店、活礼と、現在はフェラーラにある板へ、 聖母の魂を抱くキリストと一緒にあった。絵画上部の柱の不完全な外観は、絵画が今日の外観よりもかつて大きかったことを示唆している。フェラーラにある聖母の魂を抱くキリストの断片は、おそらく聖母の死の上部を形成し、一体であった。ありがとうございます。